岡光信春は、日本の官僚。厚生事務時間を経て、収賄罪で懲役。出所後、w t b フーズ株式会社を設立し、同社社長や会長を務める。広島県呉市出身。呉海軍交渉に勤務していた父親が、岡光一歳の時に亡くなり、親一人子一人、女で一つで育てられ、苦学して、広島県立呉三津田高等学校に進学。 東京大学法学部卒業後1963年厚生省に入省した。厚生省を選んだ理由は、子供の頃、呉の実家近くに、岸信シらスケラが設立した東洋パルプの工場があり、大量の汚水を瀬戸内海に流す光景が、頭から離れず、豊かで美しい瀬戸内海を取り戻したいという、思いからという、環境庁のできる以前の環境行政は、 厚生省が所管していた。厚生省入省の際の保証人が、同郷でもある時の総理大臣、池田隼人と、経済企画庁長官、宮沢喜一だったため、面接完全員に帰って警戒された。厚生省保健局企画課長、役務局長、老人保健福祉部長、保険局長などを歴任。この間、薬価基準制度の是正、老人保険法の改正、 介護保険の策定などにあたり、合案の官僚として知られた。1996年の薬害エイズ事件の責任を取って辞任した、田だひ氏の公認として、当時の厚生大臣、菅直人に任命され、同年7月、厚生事務次官に就任。しかし、同年11月、特別養護老人ホーム汚職事件が発覚。 特別養護老人ホームの補助金交付に便宜を図った見返りに利益供与を受けたとされ官僚腐敗と書き立てられ大きな社会問題となった当時の小泉純一郎厚生大臣から介護保険法を成立させたいから君も言いたいことがあるのはわかるがとりあえず辞表を出してくれないかと説得され岡光自身が苦労してまとめ上げた介護保険法成立と引き換えにやむなく 辞表提出した。公認には山口武彦がついた。真相解明の前に辞めさせられたことで罪を認めたような印象を与えて、その後あることないこと連日マスコミに報道された。利益供与を受けた人物は古くからの知り合いであり、受け取ったお金は自宅を新築するために借りた。半分は返したと主張し続けたが通らず、同年12月4日、 警視庁に逮捕され収賄罪に問われ、控訴、上告、上告棄却の後、2003年、懲役2年、追徴金、約6369万円の実刑判決を受ける。戦後の汚職事件で、中央省庁事務次官経験者の実刑が確定するのは初めてだった。石原慎太郎は、厚生省が堕落したのは、竹下派の形成会の誤算やが、 薬屋と結託して政治資金を作った。それを見てるから、おかみ,つみたいな人が年寄りを食い物にして結局バレた。それで年金を破壊したと述べている。経営に福祉2004年出所。事件後に離婚し、5人の子供とも別れて出所後に帰郷。母親の介護をしつつ2009年には、東京池袋に、早稲田大学と組んで野菜の産直会社を起こした。また、 自然尊厳指定上のための社団法人、高齢問題研究会理事長を務めている。ありがとうございます。